ル。いつも豪華チャンネルをご覧いただきありがとうございます。プジョーの3008が、登場して、1、2ヶ月が経ちましたけれども、車両解説は早速させていただきましたが、今回試乗をしたいと思います。試乗レポートをお送りしたいと思います。今日はカークルの編集長である戸狩さんが、一緒に乗っていただくことになりましたので、これからですね、この3008、2人がどういうふうに感じたかというのをレポートしたいと思いますので、お楽しみに。では行ってきます。はい、今日はプジョーの3008の試乗がやっとできましたので、お送りしたいと思います。で、今日はいつも私一人でレポートをしているんですけれども、カークルの編集長である戸狩さんも一緒に乗って、二人の話をね、それぞれ感じたことを話したいと思いますので、戸狩さんすいません、人使いが荒くてすいません。思ったことを適当に言います。でプジョーの3008は前ね、デビューイベントの時に3月して、戸狩さんもあの時に来ていただきまして、あの時は実際展示車両を見ていただきましたけど、もうプジョーのやっぱ最新の、なんていうかな、作りといいましょうか、そういうのをね、この3008から投入ということで、いろいろ驚くポイントがありましたよね。まずはこのメーターが全部フル液晶タイプになったと。でここがいろいろデザインをね、こうステアリングをここで回すと、デザインが変えられるという、これはもうまさに液晶だからこそできるものだと思うんですが、そのためにですね、ステアリングのサイズを小さくしました。ステアリングの径をで、前は下の部分もフラットになってたんですが、新たに上の部分もフラットにすることで、さらにメーターを見やすくすると。そういう効果があるんですね。そうなんですよ。でメーターの位置をね、普通だったらこのステアリングの上の間から見てるわけなんですが、これはよりそのステアリングの上から見て、さらに遠くに置くことで、焦点距離をそれほど変えずに情報が入ってくると、そういった考えがなされているわけです ね、なかなかよく考えられています。なんかこのコックピットもすごいこう運転席側にこうちょっと寄ってますよね。全部この辺り寄ってますね。だから本当にこう、ドライバー席の囲まれ感というのはすごいあるんですけど、助手席側、パッセンジャー側座ってどうですか、戸上さん。すごいね、包まれ感が あ、 ありますね、そっちでも。ああ、なるほどね。安心感がありますしね。そう、なんか SUV って最近なんかそういうデザインがトレンドなんですって。でこの窓ガラスエリアも小さくなったりしてですね、なんとなくこう包まれ感とかスポーティー感、そういうのを結構重視しているらしいですね。でも結構ね、こうアイポイントは高いから、そうそうそう、見晴らしはすごくいいですよね。で、こういう車に乗ると、やっぱりこの SUV 今流行りの理由がよく分かりますよ ね、欲しくなっちゃうね。そうそう、運転しやすいですし ね。でこの3008乗って思うのは、ボンネットのちょうど両脇がね、見えるようになってるんですよね。デザインがうまく機能してて、ね、でなんとなく車両の感覚もつかめるというのが一つと、実はカメラがサイドミラーについていまして、今ここを映したんですけれども、左の車輪の部分が映りますよね。あ、すごい、こうなれば幅寄せなんかもしやすいですので、こうアシスト機能、ドライバーのアシスト機能っていうのは、とてもよく考えられているなというふうに思いますね。でエンジンは 1.6 リッターのガソリンターボエンジン、今試乗しているのはそれで、それに近々ですね、ディーゼルエンジンが加わります。ディーゼル、いいですね。2リッターのディーゼルターボエンジンで180馬力を発生するモデルですけれども、でもね、実際今このガソリンの 1.6 リッター乗っても、もう音ももちろん静かだし、すごくこう滑らかじゃないですか。だからガソリンはガソリンでやっぱね、なかなかいいなというふうに思いますね。ガソリンの燃費ってどのぐらい？ガソリンの燃費はどうでしょうね。乗り方にもよると思いますけど、高速なんか乗ったらもちろん10は超えて、多分15に近いぐらいは行くんじゃないでしょうかね。街中だったら多分よくて10をちょっと超えるぐらいじゃないかなと思いますけどね。ディーゼルはもちろんもっと走ると思いますが、でここがね、こっちにも大きいディスプレイがあるんですが、ここにも大きいディスプレイがあって、ここはいろいろ、ここでこのトグルスイッチでまず何か押していろいろ操作をすると。でこの辺りのこう触った質感なんかね、ちょっと尖りさ、これがまたちょっとかっこいいよね。かっこいいでしょ。で触ったこのフィーリングとかいいでしょ。いいですね。ね、
でこの辺りの表示も全部あの、うん、日本語表示に今回から変わりましたので、はい、この辺りはもう、まあ、今更っていう気がしなくもないんですけど、うん、やっと日本語表示プジョーシトロエンするようになりましたね、うん、で今これ40で出てるじゃないですか、うんうん、これはあのここにカメラがついていまして、うんうん、道路標識を見てこの道路は最高速度が40キロですからそれぐらいまでじゃあだ出しちゃダメですよというようなのを教えてくれる機能ですね。すごい賢いね。賢い。もう最近の車はね、本当にいろいろカメラを一つつけることで、うん、いろんな仕事をするんですね。それ以外にも白線を越えそうになったら、うん、まあ、白線の中央に戻してくれるような、はいはい、レーンキープアシストといった装備ですとか、はいはい、自動ブレーキも歩行者検知機能になってるんですとかね、うん、そういうようなものになってますね。今これ、認識したんでしょうね、うん、40キロの標識が40で出てますよね、うん、さっきからね、それなんだろうなと思ってたんですよ。あ、思ってましたか、うん、そうそうそう、こういう仕掛けになっています。ちょっとここら辺路面荒れてるんですが、うん、どうです足回り。そうですね、まあ、今本当3、40キロで走ってる、こんな低速じゃ分かんないかもしれません。でやっぱ浮上らしくて、しなやかですよね、うん、そうですね、うん、あ、今アイドリングストップしました。わかりました？わかんない、ね、うん、このプジョーシトロエンって、うん、もうディーゼルでも感心するんですよ、はいはい、ディーゼルでも本当に振動が少なくて、再始動でさえ静かなんですけど、うん、まあ、ガソリンエンジンですから余計にうまくいきますよね、うん、今度再始動がどうなるか、うん、はい、わかんないですよね。わかんないですね。音なんか今エアコンをつけてるからかもしれませんが、うん、ほとんどエアコンの音しか聞こえなくて、うん、カカカカブーンの音もそれほど聞こえないなと。でこの車にはグリップコントロールというものがついてるんですね。何ですかそれは。まあこういう SUV って四輪駆動の車が多いじゃないですか、はいはいはい、でも3008って四輪駆動ないんですよ。あ、そうなんですね。ないんです。で四輪駆動がなんでないかっていうと、プジョーの言い分としてはですよ、軽量であった方がいいし、うん、あ、まあそうですね、二輪駆動でも十分走破性はできる。その代わり駆動の、うん、その駆動力の与え方を変えることでそれに対応するというような言い方で、これ今結構荒れた路面ですけど足回りですごくうまく吸収しますよね。で話ごめんなさいね、戻りますけど、で舗装道路は舗装道路用で、雪道用には雪道用、これスノーモードに今しました。それからマッドモード、これ泥道用ですね。で、次サンドモード、これ砂漠向けですね。それから横滑り防止のオフと、こんだけのモードが選べるんですが、まあ普通はね、普通だっていうか、まあ、大体はこのノーマルモードで走っていただくことにはなるとは思うんですけれども、はいはい、こういったモードが選べるというのも、この新しい3008の特徴だと思います。はい、車目のコーナーでございます。今私の左右にアルファロメオのミトという車がございます。アルファロメオで最もコンパクトな車なんですけれども、まあ、B セグメントぐらいのサイズの車なんですが、こちらが、まあ、初期のモデルですね。でこちらが、まあ、最近マイナーチェンジをしたモデルなんですけれども、まあ、アルファロメオのこのマーク、これがどういう意味かっていう話を今回の車目のコーナーでしたいと思うんですが、左側どうしましょうね、どっちでもいいんですが、実は、デザインが若干変わったんです。まあ、多分噂によれば今年ぐらいに入ってくるんじゃないかと言われているアルファロメオのジュリアという、FR のスポーツセダンがあるんですが、まあ、それが、それからですね、新しい若干リフレッシュされたマークっていうのが採用されて、このミトにもですね、その新しい、ジュリアから採用されたマークが採用されたんですけれども、基本的なデザインは、まあ、よく似たものとお考えください。で左側はこの赤い十字架、これはミラノ市の紋章です。イタリアのミラノ、ミラノ市の紋章です。でもう一個右側、これ、まあ、グリーンはなんとなく蛇かな、まあ、前のやつ見ても蛇かなっていうのは分かると思うんですけれども、そこにですね、なんか頭についてるんですね。でこれ何かというと人が横になってる絵なんです。前のものですとその人が赤だからなんか蛇が火吹いてるみたいに見えるっていう方もいらっしゃるんですが、今回の新しいものからは
赤ではなくなりましたので、まあ、なんとなく人に見えるなというふうになると思うんですが、これはまあ、イタリアの貴族であるビスコンティ家というところの紋章なんだそうです。でもうこのマークもすごく長い歴史がありまして、まあ、アルファロメオ自体が大変長い歴史のあるメーカーなんですけれども、ずっとですねこのマークはその多少のデザインは変わっても基本デザインは変わらない。そしてもう一つの特徴はこの縦型グリルですね。逆三角形の縦型グリル、今まではこういうデザインだったんですけれども、今回からかなり大きく変わって V 型 V 字みたいなものになって上の部分がなくなりました。これも新しいデザインというわけですね。でもやっぱり基本的にはアルファの顔、こういう伝統を長く続けているというのもアルファロメオの魅力的なところかもしれません。